今日が老子の17章目でございます、はい、いつもと同じようにこちらトルストイ監修の老子道徳経と、はい、ドリアン助川さんがまとめたバカボンのパパと読む老子、はい、こちらから今日はあの第17章、うん、まあ、これは紹介というよりもこれはなんかもう自分自身へのこの老子のインストールだと思ってます、はい、隊長とちょっとあの老子のインストールが早いですよね。早いっていうかそのまま入ってきてますよね。老子が頭ではねって話ですよ。あ、こういうこと言ってるんだなっていう理解をしてるだけの話で、なるほど、はい、僕はなかなかねこの老子の教えが、まあ、反発するんじゃないですか。 PC が古いのかそんなこと言ってもって反発がある感じじゃないですか。我がね、はい、はい、ということで今日第17章でございます。トルストイ監修の老子道徳経第1部第17章、最高の主が主がというんですかね、はい、主というんですかね、はい、最高の 主が存在するのか私は知らない、うん、しかし彼に魂で近づくことができ彼を褒めそやすことがやがて彼を侮ることが信用が欠ければ不信が生ずる王重みを帯び意味を帯びて発する言葉はなんとノロノロしたように見えることか。こうなり異形が成し遂げられると百姓たちはそれは自然のなせる技という。トルストイが監修した老子道徳経、はい、うん、ではドリアン助川さんが第17章を訳したものがこちらです、うん、最上の君主は人々は皆彼があることを知っているだけだ。その次に位置する君主なら人々は親しんで名を出し褒める。その次なら人々は恐れる。その次の君主の場合人々は馬鹿にする。君主に真偽がなければ人々から信じられることもない。ためらうように君主が言葉を選び大事にするなら目的は成就しやるべきことは成し遂げられ人々は皆我々はおのずからこうなのだと言うであろう。全く違うんですね。あ、でも分かりましたよ。全く違くはないというか、あ、これはこれのことを言ってんだなみたいな。ああ、まあまあ、はい、読めばね、はいはい、両方言ってることは全く違うけどというか、はい、結びつくというか。 ではバカボン、うん、一番いい王様はみんなはその王様がいることを知っているだけなのだ。次にいい王様はみんなに好かれて褒められる人なのだ。その次の王様はみんなから怖がられる。でその次の王様はみんなからバカにされるのだ。王様が言ったことを自ら守らないようならみんなから信用されないのだ。王様は言葉に責任があるのだ。何を言うのかよく考えて慎重に言葉を選ぶ人なら、そして言ったことを大切にする人なら王様はやるべきことをやれて理想の国を作ることができるのだ。そしてみんなは王様がいることなんか忘れて、いやいや最初からこういう国だよと自然な顔で言うはずなのだ。これでいいのだ。私の中では、うん、大将なんか結びつきましたよっておっしゃったじゃないですか、はいはいはい、僕全然結びつかなかったんですね、うん、でなぜトルストイ、はい、まあ、多分1900年ぐらいの帝政ロシア、はい、多分チェーホフとかを読むと、はい、まあ、同年代ぐらいで、うん、その当時のロシアのチェーホフの作品を読むと、うん、まあまあなんて言うんでしょう、貧農というか、はい、どこも貧しくてお医者さんになってもさみたいな、うんうんうん、来るやつはみんなろくでもない百姓ばっかりさみたいな、うん、国の中で、まあ、そういう国でこのトルストイが監修したっていうのを考えると、うん、ドリアン助川さんが書いたものを、うん、訳したものは、うん、ああそういう意味ねってなんて言うんでしょう、うん、さらっと流してしまうんですけど、うん、このトルストイ監修のやつを読むと、うん、なんかおどろおどろしいというか、はいはいはい、響かせようとしている、そんな感じです。あ、はい、合ってるっていうか合ってるっていう表現もおかしいですけど、僕もでもそういう感じです。
なんかまあ詩的に書いてるというか、そういうあ、おーみたいな演劇っぽい感じで、まあ言ってることはこういうことだなみたいな。なるほど、はい、で我々は君主じゃないじゃないですか、はい、どちらかというと百姓たち、はい、民衆、民衆、はい、これ老子が書いてるのって、うん、なんかどうしても君主向けの言葉に聞こえません？君主向け、要は皆が賢人に、賢者に、はい、賢者の教育を受けて意味があるのかとか、はい、そういうのって考えちゃいません？俺どうせ民衆だしさって。別にそういう話でもないんじゃないですか。そうですか、はい、民衆っていうか民衆も、はい、みんなこう上を目指すわけじゃないですか。まあそうですね、はい、楽にはなりたいですよね。で老子は上を目指すな的な発想じゃないですか。上も下もないんだみたいな、そういう人です、はい、だからこう上の人は下に行けって言うわけじゃないですか。水のようにね、水のように、はい、で下の人は下でいいって話じゃないですか。あ、そのままでいいと、はい、だから無理して上に行くのがこう素晴らしいことみたいなことではないんだよみたいなっていうね、うん、はい、まあ、これを本当に感情のなせる技か、はい、私は本当にブレるんですね。もういろんな情報が入ってくるじゃないですか、はいはい、特にこの SNS が発達して、うんうんうん、みんながこの上にをやるじゃないですか、はい、そうするとなんか体は幸せなはずなんですよ、もう、うんうんうん、食べることができて、はいはい、自分が住みたいと思うところに住んで、うんうん、でもまあそれが本当になぜ今僕が今の家に住んでるかって、はい、住みたいからのはずですよね。住みたいからっていうのも老子的にはないわけじゃないですか。住みたいみたいな欲求すら不要だみたいな話じゃないですか。はいはい、あ、そうです、確かに。だから住みたいがあるから住みたくないが出てきたりとかするみたいな話ですよね。こんなとこでいいのかみたいな不満が出たりとか。そうですね、うん、確かに。要は全部そういうのって、はい、自我ですもんね。自我でそこで苦しむわけじゃないですか、人々は。はい、はい、自我です、はい、まあ自我と書いて、うんうん、ユングの本ではエゴって書いてありましたね。はい、エゴです、はい、はい